続きましてもう一点、こちらもアマゾンさんで購入。これ双眼鏡じゃなくてね、望遠鏡だね。こちらこんな感じ。パイレーツオブカリビアンっていう海賊を使ってるような望遠鏡。こちらもまあ見た感じはこれと同じぐらいのまあレベルで映ります。まあ。おっぱいは世界を救う。いやーいいとこだな、コウノトリの里。今日は双眼鏡を試しに来ちゃったな。こんなとこがねあるとはね。ペットのところにコウノトリがいますね。カラスの隣は。いやー双眼鏡レビュー来たのに今見ちゃったな。まあさっき飛んでるの見たんだけど、ね、あとね、あのね、今ね、コウノトリの里の屋根のところに来てますね。まあこんな感じで、でさっき羽ばたいてこの辺に降りてって草の中が隠れてるので餌でも取ってるかもしれない。ということで、コウノトリの里より双眼鏡レビューをしたいと思います。ただね、まあ双眼鏡ね、これカメラで覗いたんだけど、ブレブレでね、手が触れちゃってダメなんで、また新しい感じで考えてやっていきたいと思います。まあ、こんな感じで、とりあえずレビューしたいと思います。こんにちは、竜兵大佐です。本日は、コウノトリの里、野田市よりお送りしています。今日はですね、コウノトリを見るために、三脚買いました。三脚じゃねえ、双眼鏡買っちゃいましたね。そちらの方のレビュー等をあげたいと思います。まあ両方ね、アマゾンさんで買ったんだけど、まあこちらと、まあこちらのレビューとなります。でね、先ほどね、私もね、コウノトリ見たんですけど、結構見えますね。一応、まあレビューをしたいと思います。アマゾンさんの、プライム便に買いました。で、まあ、概要の、品番とかのリンクは貼っておきますので、双眼鏡10倍のやつですね。こんな感じね、うん、でここでピント調整とかズーム調整で、こっちで片目のピント合わせて両目で合わせるって感じですね。で10倍なんで見た感じは、ね、こちらから見ますけどね、うん、かなり見えますね。まあここの豆絞りで双眼鏡感じだ。で結構10倍なんで見えるんです。良い点が軽い、それと見える、両目で見る、うん、で悪くないと思います。ただ軽い点のと、で悪い点、この紐が壊れました。速攻壊れたんでここで縛っちゃったんですけど、もともとこちらに何タックルみたいなのついてて、長さ調整で効くやつだったんですけど、何分初日で壊れました。でもね、こちらのね、双眼鏡はかなり軽くて持ちやすくて、まあ私なんかこのバッグいつも持ち歩いて、ご主人ちょっと一緒に持ち歩いてるんですけど、まあこれガス、なんかガスバッグ改造して自分で作ってしまったんですけど、まあこれもハードオフで買ったんだけど、まあこれで使えると思います。おすすめの双眼鏡となります。バードウェッチングを軽めにしたい方、10倍なんでね、まあここから見てね、まあ、目の前ってわけじゃないんだけど、結構いい感じには見えますね。肉眼よりは全然いいんで、よろしいかと思います。はい、そして続きまして、もう一点。こちらもアマゾンさんで購入。これ双眼鏡じゃなくてね、望遠鏡だね。こちら、こんな感じね。パイレーツ・オブ・カリビアンっていう、海賊を使ってるような望遠鏡。こちらも、まあ、見た感じは、これと同じぐらいの、まあ、レベルで映ります。まあ、こんな感じで見てます、うん。でね、結構ね、悪くないんだよ、これ。悪くないよ、これ。でね、なんと、冒険心でかっこいい。っていうのがあります。片目で見る感じですね。こっから見てね、コウノトリの里の文字が全然見えるぐらいなんで。うん。
ただこれの難点、コメレでみんなカメラとかこれで見てる中で、これをパシッやって見るかってこうやった瞬間にちょっと恥ずかしい。でもちょっとかっこよさがあるというのがいい感じですね。まあお子さんとかいる方にこちらで見ろって言ったらこれ結構喜ぶかなと思いますよ。で、まあ2000円ぐらいだったかな。こっちもね2000円しないぐらいなんですよ。まあタイムセールって買ったんで今上がってるかもしれないですけど、これは正規で2000円ちょっとなんだけど、2000円にしたら使える。びっくりした。うん。まあそんな感じかな。まあ今回は2点ほど、Amazon さんの双眼鏡の、まあ鳥を見るために買ったと言って過言でないかな。でもね、いつもね、これは、こっちとこれはね、毎回ここに入れとこうかなと。御朱印で神社もらいに行くときは、ちょっと山の中とか入ると鳥とか見れるかもしれないんで。まあ、こちらは軽くておすすめ。でも、紐が壊れやすい。まあ、紐は自分で買えばいいだけだと思います。で、こちら、見えるけどかっこいい。コンパクト性能がある。ちょっと恥ずかしい。という感じになりますね。まあ、以上、今日は、コウノトリの里からお送りいたしました。野田氏の、まあ、軽めにバードウォッチングから始めたい方にのためのレビューという感じですが、私も最近始めたんで、まあ、最近コウノトリのあの動画は何個か上げてると思うんで分かると思うんですけど、鳥に首ったけですね。まあ、そんな感じです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では次回もコウノトリの里でご挨拶しましょう。